たの心にいるハート。というわけで、コンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のいるハートだよ。いるハート、最近頑張ってるって思うのは、Twitter のフォロワーさんだって6000人超えたし、チャンネル登録者数だって1万2000人突破したんだよ。だから、そろそろ待遇改善を要求しようと思うんだ。嘘発見器で頑張りをチェックします。嘘発見器ってまあいいですけど、よし、努力の成果見せてやりましょう。大好き。すべての質問にはいって答えればいいんだね。よし、わかりました。あなたは公式 YouTuber ですか？ね、最初にこの質問って絶対悪であれでしょ。はい、言われなくても分かってます。朝起きるのは苦手ですか？言ったことないのにバレてる。はい、いや、朝強い人って本当に才能だって思ってる。朝食は食べる派ですか？朝はね、起きれないんだよね。はい、なんか、もしね、これから朝起きられるようになったら、こう、ツイッターでハッシュタグ丁寧な暮らしみたいなのをつけて、なんかエッグペネディクトとかクロックムッシュみたいなやつをね、食べて写真を投稿したいです。コンパイルハートのために何か努力をしていますか？もちろん、はい。ツイッターでゲームの発売日にお知らせしたりとか、まあこの間のさ、グッズの横流しとかだってこう言い方変えればこうメアリスケルターの宣伝になるわけでしょ。と、現状に満足していますか？はい、してまーす。なんでこれ聞こうと思ったの？世の中は弱肉強食だ。本当にそう思います。はい、生まれたてほやほやの私を一瞬で叩き落とすなんて本当にも。ツイッターを有効活用していますか？もちろん。ね、みんなからもらったリップ本当に全部読んでるし、毎日、1日3回くらいエゴさせてます。はい。過去の失敗にはとらわれない方だ。これはね、そうだね。はい。そうだね、なんかもう怒っちゃったこととかね、過ぎたことは仕方がないから、こう悩んでる時間があったら、まあ、5分後とか10分後、3日後とかのね、ちょっとでも先の未来の自分のためにね、何かしてあげたいって思うよ。イルハートはまあ非公式になってから1ヶ月ぐらい経っちゃったけど、猫は好きですか？大好き。あのね、あのクリームパンみたいな手とかさ、なんか口元がもってしてるのとかも本当に可愛いと思うの。はい、ということで、みんなツイッターでなんか我が家のペット自慢みたいなね、写真とかで、ね、送ってくれてもいいんだからね。コンパイルハートのゲームをプレイしていますか？はい。いや、待って、あの、やりたい気持ちはね、本当にあるの。本当に気持ちだけはあるの。やっぱりね、あの、どれも素敵で勇気あふれるゲームばっかりだから、やっぱどれから始めていいのかわかんないからさ。審議結果が出ました。よし、では結果発表。現状維持。現状維持か。まあ、でも存在を消されなかっただけでもラッキーってことで、これからもっともっともっと頑張ります。みんなもイルハートのこともっともっと好きになってね。
やってみたいことですか？前もちょっと言いましたけど、まあ、歌と踊りと、まあ、ゲームとコラボ？コラボ？コラボやりたい！もしもーし！今この動画を見ているバーチャルなあなた！ぜひぜひイルハートと一緒に公式さんとバトル、じゃなかった、イルハートと一緒に動画を作りませんか？それでは